チャオ、ちょ、髪の毛くしゃくしゃ。チャオ、あっちゃんです。今日ちょっとね、大根買ってきてね、サラダ作りたかった。昨日ね、ドンキ風なサラダを作ってんけど、あれの、もっとね、ドンキ風のサラダ、大根で、まあ、昨日はね、切り干しでやったんやけど、ほんまもん大根でいきたいと思います。では、作っていきましょう。それはちょっとこれをね、大根葉をね、ちょっとちぎって。大根葉ちょっとだけちぎったんだね。これはラッキーなんで。まあね、大根葉はね、ちょっと置いておきましょう。あとでお味噌汁ですので、ね、で、大根を、まず、どうしようかな。とりあえず、まあ、半分ぐらいでいきます。これちょっと後で使うんでね、置いておきます。これぐらいでいいかな。これぐらい使おう。これまたね、ちょっとラップしておきますね。で、冷蔵庫入れておきましょう。で、先っちょね、多いかな、これか。使わへんねや、間違えた。いや、使おう。使おう。これだけ使おう。ちょっと冷蔵庫入れときます。で、大根これをね、これで大根を、こういう大根をね、入れておきます。水にさらした方がいいかな。辛いな。ちょっと水にさらそうかな。もうさらしたくないんだけどね。大根めっちゃ辛い。で、これをね、大根葉をね、味噌汁にします。これをね、お湯に入れておきます。今お湯沸かしたけどね。
大根おろしにしておきます。ニラをね、さっと洗って、これにね、キノコブイヨンをちょっと、醤油。ごま油、これでね、ちょっとね、柑橘、リンゴ酢ちょっと入れた。これでごま、これでご飯進むよ。もうちょっとね、ニラ長めにしたね。
ですね。あの歯に挟まるのよ、美味しいんだけど。だからこれぐらいしたらスプーンでこうご飯にのせたりね、いろんな餃子にのせたりしても美味しいかもしれないしね、お肉にのせてもいいしね、いろんなものに使えるんでね、万能だれみたいな、タレでもないけど、タレにしてもいいし、調味料にしてもいいし、なんだ、何に使ってもいい。生ニラの全部使っちゃえ。最初はね、これとこの前作ったやつ、長い目と2種類作ろう思ってんけど、タッパ入るから全部使うわ。お魚とかにのせたら多分おいしいと思うよ。もっと早く作っといたらね、よかったんけど、今日のお刺身には使え。また次回なんかの時に使いましょう。途中でね、こう混ぜたらね、今はね、下だけしか使ってへんけど、途中でね、混ぜて、1週間ぐらい経ったら美味しい。だいたいね、2、3日目ぐらいから食べられる。1日目、2日目はね、青くってね、そんなに美味しくないね。悪くはないね。美味しくないことないけど、まあ食べられんことはないんやけど、やっぱりね、使ってる方が美味しい。万能ニラだれ。冷蔵庫入れときます。万能ニラダレでした。スルメ一回いっぱいで、うんね、たこ焼き作ります。まずイカをね、床はね、もうここに手を入れて、ここつながってるから、ここにつながりを切って、つながり切って、ここ切ったら、持ってみてるからね。で、これを洗って、寸胴を洗って、この骨抜きます。軟骨抜きます。よいしょ、軟骨抜きます。この木も大きくて、こう開いて目玉を取ります。で、ここにくちばしあるから、くちばしを取って、くちばし中硬いからね、中の硬いのを取ります。取らんでもいいけどね、取った方が食べやすい。あとは全部食べられます。よいしょ。耐熱容器に、まずね、イカを何でもね、このままね、あいでもいいんだけどね、寸胴のままでもいいんだけど、食べるときね、食べづらいよね。なんか切っといた方が食べやすい。さっきちょっとチンチン臭なるって言うからね捨てます。で、おばあちゃんがいつもチンチン臭なるから食べたらあかん女の子も食べたらあかん、臭くちょっと言うからね。で、これをね、どうでしょうか。まず、ね、くちばしも入れとこう。で、ここで切って、足はこの辺で適当に入れる。これも食べやすい大きさに切る。で、これはね、
ときます。で、ここにね、醤油、醤油適当で、マヨ、マヨ適当で、チーズ乗せて焼きます。オーブンでね、10分ぐらいかな。ね、ハマチの頭、ハマチの頭をね、塩焼きしましょう。火をね、さーっとなすりつけて、これでね、焼きます。グリルで焼きましょう。ではね、ハマチ、ハマチをさばいていきます。まずね、ハマチね、さばいたハマチをね、ちょっとね、拭きましょう。冷蔵庫で入れてんけどね、冷やしてるんで、ね、さばいていくねんけど、ちょっと大きくないか、これしときね。いいか。逆側やな、こうやな。腹の身、腹の身も脂を持って美味しいからね。こっちは美味しいよね。
餅はちょっとね、分厚い目に切っても全然やっこいから、やっぱり低み逆やったな。焼く方もやし、刺身にする方もね。じゃあこういこうか。完成。また歯切れがご褒美。おいしい。これちょっと冷凍しておきます。はい、ここにね、きゅうりを。きゅうりを。適当に。ここにね、これを多いね。
これをね、適当に今混ぜて食べたいんだけど、これはまた明日も食べたいですね。冷蔵庫に置きましょう。邪魔にならないように収納した方がいいからね。今洗えるでしょ。ここでちっちゃく潰し、美味しすぎるぞこれは。もう完璧完璧。ハマチの内臓を、抜いたやつね。でこれをで心臓を2つを切ってね。で肝はまあ食べやすいです。ちょっと大きいのが美味しいからね。あっちゃんもね、これぐらいに切って、で胃袋、胃袋はねあんまり大きいと硬い。大きいな、めちゃくちゃ。どのぐらいいけるか。これで胃袋、おいしいよこれ。完成。ここにねポン酢、柑橘をちょっと垂らして、柑橘強めのポン酢でいきます。あとポン酢かけます。完成です。